皆さん、おはようございます。ここ南カリフォルニアで不動産関係のお仕事を、四半世紀されてこられて、しかも傍らエッセイをいろんな雑誌の方に書いておられて、素晴らしい文筆なんですよね。まあ、見てて微笑んできますけれども、今日はですね、その方を、皆さんにご紹介したいと思います。お名前が、樋口千鶴子さんです。多分皆さん雑誌でいろんな街の雑誌で広告見てらっしゃるかと思うんですが、その樋口さんでございます。樋口さん、ナイスミーチュー。Nice to meet you. 馴染みがありますよね。広告のもう一人のが木村さんですか？お二人はもう木ず村ひろ子っと申とします。昔からずっとご一緒で、すごく懐かしいっていうか、なんていうかな、こういつも見てるから、こう安心感がありますよね。あ、このそうで二す方はね。まだ頑張ってらっしゃるんだって。ねえ、ええ、ありがとうございます。もう二十数年になりますか？そうなんです。なんか2人とも始めたっていうか、私が木村さんと一緒に始めた時から全く同じ写真を使っておりますので、それから今は24年間たった、ちょっと老けた顔になっておりますけども、若い時の写真を出しております。よくやるのお見合い写真みたいな感じですね。そうですね、はい、で見られもた方が「え、これ誰？お母さん？」とか言われて、はい。でもやっぱり雰囲気ありますよ。そのままですよ。わかります、すごありく。がとうございます。いや、まあ、それにしても四半世紀って25年、これは一口で25年って言っても決して簡単なイージーなお仕事じゃないと思いますけれども、よくやってこられましたね。我ながらというとおかしいですけれども、もちろんどの仕事もずっと突き詰めていけば難しいところもあるし、まあ、仕事の内容の8割は苦しみだと思うんですけれども、あとの2割が楽しかったり、何かお客様の役に立ったなと思う、そういう気持ちでずっと続けてこられたんだと思います。また木村ひろ子さんと、まあ、馬があったといいますか、2人で性格が似てる、真面目一方の性格が似てるということもあって、はい、とてもうまく24年間、25年間一緒に働き続けることができたことはとてもラッキーだと思っております。普通はパートナー組んで仕事す、一緒にご商売とかお仕事するっていうのはそんな簡単なものじゃないんですよね。必ずそうで別すれね。ていきますもんね。それで木村さんと25年も秘訣って何ですか？そうですね。それやっぱり木村さんの方が私よりもはるかに人格が優れて、私をうまくコントロールしてくださったおかげだと思っておりますけれども、馬が合うって言いますか、大体ちょっと性格が似てるとか、そういうことも一つメリットででなでメリットだったと思います。やっぱりある程度性格が合わないと、一緒にお仕事25年もっていうのはなかなかね、親子でも難しいのに ましてそうや。ですね、親子の方がねえ、もっと難しいかもしれないそうですそうね。そう。そうなんですか。それで、まあ、25年前に比べて、まあ、世の中の環境も不動産事業も全部変わってると思いますけれども、一等最初スタートされた時はどんな状況だったんですか？一番最初にスタートしたのは1999年なんですね。それでやはり1年目は、まあ、ほとんどの新米のエージェントが家が売れないと、まあ、これは常識なんですけれども、その後に私の場合は2001年に9/11が起こったんですね。で、その後6ヶ月は仕事が何にもなかったです。で、アメリカの本土が他の国から攻撃されたっていうのは、この歴史始まって以来のことでしたですよね。それでアメリカっていう国全体がすごく低調ムードだったんですけれども、それからやっぱり少しずつこの国のいいところは我慢して待ってれば少しずつ改善していくっていうところだと思うんですね。はい。でも一番最初の、数年間っていうのはやっぱり新米エージェントによってはとても辛いと言いますか、ただただ肉体労働で家を売っていくっていうような数年間が続きまして、そこを乗り越えられるかどうか、
これはもう家を売ることが好き、家が好きっていうことになると思うんですね。大きなお金が動きますから、お金が動機だというふうに思われがちなんですけれども、もちろんそうです。誰でも収入を得なければいけないけれども、それプラスやっぱり家が好き、小さい家でも大きい家でも安い家でも高い家でも、この空間をどういうふうに利用したらいい住みやすいお家になるだろうかっていうのを考えるのが好きなんですね。はい、それでお客様に私の経験をもとに、このうちは今現在こうだけども、こういうふうにしたらもっといいうちになるから、ポテンシャルがあるから、このうちがよろしいんじゃないですかね、なんてアドバイスするのがやっぱり好きだったからじゃないかと思いますね。なるほどね。でもやっぱりこういろんな家をもう見てこられて、売ってこられて、なんて言ったらいいんかな、こう家ってやっぱりそのオーナーさんの人生のほぼ全てが、入ってるんですよね、あの家にですね。で、そのオーナーさんが家を売るって、まあ多分誰でも辛いと思うんですよ。まあ訳あって家を売るんですので、そこのところを千鶴子さんどういうふうにこう、まあ、察知っていうんですかね、オーナーさんの気持ちになってあげるんですか？そうですね。家を売るときっていう、買い手に働くときは、買い手の方が赤ちゃんが生まれるから新しい家を買い、とっても楽しいことばっかりなんです。しかし、反対に売るときっていろいろ違う家庭の事情のために売らなければいけない状況の方のお家を売らせていただくわけですよね。ですから、やはり売り手の方が今どういう状況にいらっしゃるか、どういう売り方をしたら彼らが必要としているものは何なのかということを一番最初によく考えて、そのお客様のために、じゃあ自分はどういうふうに働いたらいいのか、そこを考えるのが一番最初の仕事ですね。で、やっぱそこが好きかどうかということだと思います。人間が好きなのね、きっとね。いろんな人と接触しますものね。そうですね。ある意味、日本人の方は普段非常に我慢する、私自身もそうですけど、そして家庭内のいろんな、こうなんか外には出したくないものを内に秘めて生活する、そういう文化ですよね。でも家を売る時っていうのは、そういうのを全部ちょっとだけリアルターに話さないと、リアルターがよく理解できませんから、そういう家庭のコアに触れる時がたまたまありますので、その時は非常に気をつけて、お客様の身になって考えるという、ある程度やはり人間の心理みたいなものを分かってた方がいいリアルターになれるんじゃないかなと思います。やっぱり売る人の気持ちになって、気持ちよく、まあ、売っていただいて、そしてまた今度買う人、さっきおっしゃられたように、大体家を買う方っていうのは、例えば新しい仕事が見つかったとか、本当に赤ちゃんが生まれたか、これから結婚するとか、もっと大きい家が欲しいとか、どっちかといえばいいことがあるから家を買うんでしょうかしらね。そうです。はい、全くその通りです。で、その時は私も若い方に見て、自分の若い時もこうだったな、一番最初に家を買った時どんなに嬉しかったかということを思い出しながら、はい、働きます。本当に楽しい時ですね。で、アメリカでよく夫婦離婚するとき家を売るって、まあ、こういうお話を聞きますが、本当につらい話ですよね。本当にそうですね。私は数少ないんですけども、やはりお互いの心が冷えている中で、でも家を一緒に売らなきゃいけない、という最後の共同作業をしなきゃいけないですよね。で、そこをリアルターが両方の、方のお気持ちをつなぎながら、これは最後のお二人が一緒になさるお仕事ですからっていう感じで、うまくお二人をつなぎながら、一番最後のお仕事を成し遂げていくっていうことで、まあ辛いことは辛いですけれども、まあ誰か中立の人間がいて、上手にその
ほどけそうになっている紐を最後一つ結んで、そして一応やっぱりどなたも経済的なバックグラウンド、経済的な安定が必要ですから、それで家を売って、お互いに少しずつ財産を分け合ってっていうことですので、これも大切な仕事の一部だと思います。やっぱり結婚して子供ができて育てて、あの家の中にこていうかな、こもってるそのキーみたいなものが、家族のそのキーがこう壊、まあ、壊れていくっていうか、分かれていくっていうのは本当につらいですよね。他人から見ててもつらいんじゃないかな、千鶴子さん。はい、とっても辛いです。で、振り返ってみれば、本当に事実は小説よりきなり。これリアルターはドクターと同じように、お客様のいろんな秘密、仕事を通して得た情報とかいうものは一切口にしてはいけないわけですね。すべて自分一人の頭の中にしまっておく。それで誰にも言いません。けれども、それぞれのご家庭に外には出したくないいろんな悩みがあるんだと思います。で、とんでもないっていうか、とても話せないようなこと、たくさんの場面に出くわしました。それも全部飲み込まなければいけないし、自分一人で抱えていかなければいけないんですね。もうこれは仕方がないことで、だからこそお客様が、このエージェントは口が固いと。このエージェントに話しても、大丈夫。黙っててくれる。誰にも決して話さない。そこが、信頼があるから話してくださるんだと思うんですね。で、話してくださることによって、じゃあ私はこういうふうに働かなきゃいけないというふうに、方向性が定まりますので、話してくださった方がいいんです。肝心なところはですね。もちろん私の方からお聞きはしないです。でも向こうから話されることは、あ、そういう話は仕事に関係ないですから話さないでくださいとは絶対に言いません。お話ししたいんですね。それで聞きます。で、あとは聞き流すですよね。で、聞き流して、じゃあ私がこの家を売るということに関してどの部分が大切なのかということを考えて、冷静に事を運ぶですよね。そして、それがうまくいったときに、ありがとうっておっしゃってくださると、これ、とっても嬉しいです。ですよはい、ね。フォローした甲斐があります。ね、ありがとうございます。ゆうこさん、コマーシャルの後、またよろしくお願いいたしはい、まこちす。らこそ。千鶴子さんね、家はい。を、リエルターっていうのは、人の家の売買のお手伝いなんですけれども、そのコミッションがどうしたこうしただけではなくて、やっぱりそのバイヤー、そのセールの今置かれている立場、どういうことでどうすればいいかって、もうある意味では人生相談までしてあげなければいけないみたいですね。はい、たまにそういうこともありますし、はい、で差し障りのない範囲で、こういうことがありましたけども、こうされた方が良かった、いいけあの結果に出ましたみたいなことを言いますと、喜んでくださる時もありますですよね。千鶴子さんの、例えばお客さんっていうか、こう家を売ったり買ったりする、それやっぱりコマーシャル出してるから、それを見て電話かけてきてくださる方が多いんですか、それとも口伝いでお友達、お客さんがまたお客さんを紹介してくれた、どっちの方が多いんですか？はい。おそらく、お客様の口コミ、お客様からお客様、紹介していただくっていうケースが、おそらく、7割ぐらいだと思います。あとは、3割は、コマーシャルですよね。で、やはり、口コミだけに頼ってると、全くコマーシャルを出してないと、あ、この方はあまり働いてらっしゃらないじゃない かとか、そうか、そうか。ね、コマーシャルばっかりだと、もう、どのリアルターも、もう非常にお金を使ってコマーシャルの、はがきとかそういうのをいっぱい出しますから、来ますね、ね。はい、どなたがいいかわからないということで、その2つがうまくミックスしたときに、コマーシャルである程度顔をいつも見てるですよね、お客様としては。それに、あ、はい、なんか、いいリアルター知らないって言ったときに、あ、
樋口さんどう？なんて言われると、やっぱりコマーシャルとその2ついがつくっもつく見わてけでるすよでね。ね。そしたら、はい。で、一番最初に面接に行くっていうか、インタビューに行くんですけども、その時には、もうお客様の方は私のことを知ってくださってるわけですそうね。ですで、よ私ね、の方はお客様も初対面なんですけども、はい。それで、大体呼ばれたら、もうほとんどうまくいくっていうこともないですけれども、はい。でも、基本はやはり、リアルタを探していらっしゃるときは、まず最初に2、3人のリアルタの方にインタビューするっていうのが、多分アメリカでは基本だと思うんでああ、すね。そうなんはだ。い。それで自で、分がまあ、こインの、うタん。ビューを受け、はい。それで自分がこの人と気が合うんだったら、じゃあこの人にしましょうっていうことですはい。ね。そうだと思うんですね。おお、そなのる時ほは、ど。エージェントは、あと2人のエージェントに、このお客様は、インタビューされてるから頑張らなきゃなんて言って、非常に、ハッスルしてですね、非常に、自分を売り込むわけなんですけれども、そういうのは、まあ、上手な人と上手でない人がいますので、それはもうお客様が、見分けて、自分と、こう、馬が合うって言いますか、そういうエージェントの、人を、お使いになられたらいいと思うんですね。嫌なエージェント、この人だから売ってくれるそうだから、ちょっと性格嫌だけれども、この人に頼もうっていうようなことはされない方がいいと思うんですね。で、あくまでも、エージェントを頼まれたときに、お客様が雇い主なんです。で、たまにその立場が逆のように、エージェントが威張ってる、こうしろ、ああしろって命令するようなこともあるかもしれませんけれども、いつも、で、市場メーカー。お客様の方が雇い主なんです。エージェントは雇われているものなんですね。で、そこのところの立場の違いっていうのをはっきり認識して、こうしてほしいというようなご希望があったら、はっきり言われた方がいいと思います。大抵の場合、よくわからないから、どうしても、エージェントさんの言われた通りに、やっちゃうんですよね。そうで、ですね、やはいいエーりジェントさんだったらいいけど、もう本当に変なエージェントさんだったらとんでもないことになりますよね。そうですね。エージェントは、お客様のためを思って、お客様の利益のためにベストを尽くすっていうのは、これが基本なんで、まあ、ほとんどのエージェントはそうだと思いますけれども、まあ、たまにお客様のことよりも、むしろ自分の利益を優先するっていう方もいるかもしれませんので、その時に押されないように、自分が雇い主なんだ、自分がお金を払ってるんだっていうことで、そこのとこはしっかりなさった方がいいですね。日本人はとかくやっぱりこうババッと押されると、あ、まあいいかっていうような感じで、私自身もそうですけれども、受けてしまう。でもこれはあなたの大切なお家を売る一つの大きなビジネスですので、そこのところはしっかりと自分が雇い主だというこの線は崩さない方がいいと思います。それって例えばプロセスしてる途中で、あ、この人ダメだと思って、その場でチェンジってこともできるんですか？これがですね、契こ約をれができ結びないんまですす。よね、最初。ああ、途中でそう。契約を解除することは非常にで難きなしいいんでだ。す。ああ、はい、アメリカそは契約社会ですので、一旦契う。約を結んだら、例えば3ヶ月、あなたにリストの権利をあげますと言いましたら、その3ヶ月の最後の最後まで、決して権利を放棄してくれないと思います。ああ、そうなん。はい、ですで、から、誰と契約をするかっていうのが、とても大切なこああ、とじにゃあなって最く後るんです契ね。約するときに気をつけないといけないわけはい、ね。はで、い、もしそうです。万が一番、一、まあ、間違えて、悪く変な人にサインして途中で気がついたら、3ヶ月後に、まあ、家もまだ売れてないし、はい、さよならって言ってもいいわけですか。そういうことです。はい、ああ、じゃあもう3ヶこのエージェントあ月ん我まり慢よすく。ればいいですね。そうです、そうです。ああ、まあ、これそは悪知恵になるかもしれませんけれど、まあ、う。我慢して、3ヶ月我慢して、その契約が、期間が、パスするまで我慢された方がいいと思います。だって自途中分での、契約を切ることはできないですね。だって自分の家、例えば私の場合でもすごい好きな家で、やっぱりいいエージェント、いいお客さんに渡したいよね。そういう心情的なものがあるじゃないですか。そうですね。
日本人にとって、日本人はそんなに売り買いをしばしばしないんですね。で、アメリカ人の方は平均5、6年しか一つのうちに住まないと言われてます。そうなはの？い、とっても短いですよね。で、我々はもう本当わあ。に45年、50年、そのうちを気に入って、はい、買ったらもう一生ものですよね。だそうから、か。はい。から、家は私たちにとってホームスイートホームなんですね。思い出がたくさん詰まっそう。た思い出のうちなんですね。で、アメリカ人の人はハウスって言いますかね。ちょっと違うんです。あ、からホームとハウスの違いね。ホームスイートホームに赤の他人が入ってきて、そしてまるでハウスのように、扱って、これとっても日本人の方にとっては、心痛むことだと思うんですね。はい。から、そのホームスイートホームを、少しずつ思い出を、まあ、ものを捨てたりとか、少しずつ思い出をはな切り離していく。そして最後は売り物としてのハウスにするっていうのも、エージェントの一つの仕事ですね。なで、るとほころが、ど。もう45年、50年住んだうちを、物が捨てられないんです。なぜならば、そのうちにたくさんの思い出がくっついてるからですよね。はい。なんで、かそれ私をのこと一が言つわれずつ。てるみたい。いや、みんな同じです。私自身もそうで、娘が来るとすぐ怒られちゃって、こんなもの、食べてても仕方ないじゃないの。でも、同じです。でも、家を売るときは、やはり、将来的に2年後とか売りたいんだけども、何から始めていいかわからないって皆さんおっしゃるんですけども、そうだったら、まずはいらないものを捨てることからですよね。まあそれもね、断捨離という言葉がありますように、はい。いはい。ざゴミ箱へポンと捨てるその瞬間、そのモーメント、え。やっぱり難しいのよ辛いですよね。ね。わかりますよ。どうして私か自身もそうね。です。はい。一時というか、今も流行ってるのかもしれませんけども、断捨離。で、何もないような、あんなうち住めないですよ、はっきり言ってですね。あ、で、ごちゃごちゃそごちゃごちゃう。あるからこそ、ホームスイートホームなんですよね。慰められました。はい、それでなんかこう、旅に行った時に、あ、なんか素敵なコーヒーショップに入って、ナプキンにちょっとなんかこう書いたと。で、そういうのって捨てられないですよね。で、私はそれ捨てない方がいいと思うんですね。それがあるから思い出が蘇ってくるわけですね。そういうのを全部捨ててしまったら、思い出が何にもなくなる。じそっゃあか。人生がなくなるじゃないですか。だから何が大切なものなのかっていうことで、断捨離もいいんですけれども、何を捨てて何をキープするかって、これもとっても大切なことじゃないかと思うんですね。でも千鶴子さんね、ある意味では断捨離って私いいかなと思う。なぜならば、すべて捨てて、次のステップ、次のところでまた再出発っていうのも一つのでないと、いつまでも過去の方の引きずってですよね。そうですね。それも一つのいいアイディアですよね。脱皮すると言いますか、次の段階に行っちゃうということですよね。特に日本にお帰りになる方は、断捨離しやすいです。なぜならば、アメリカのものを持って帰れないからですよね。捨てまくっ家具て。なんかだね、からもう確かすっに。きり断捨離して、そそうして日本か。は日本で、スペースが小さいけれども、すごく便利なんですよね。座っまあ、てるだけ確でか全てに。のものが手伸ばせば何でもあるってそう、感何じ。でも乗るんですよね。から、やっぱり人間って慣れてしまうと、その空間がとっても過ごしやすくなるということで、人生のいろんな段階があるので、若くて力があるときは大きなお家に住んで、物もいっぱいエンジョイすればいいですよね。で、それで、お子さんが大学行くときは、その家を売って、家を売った利益から子供の学費を出す。それからだん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 最後は小さな家で次の住処にする。まあそういうような階段を一つ一つ上がったり降りたり、するのも人生で、まあそれはそれで一つのか人生を生きる形かもしれませんね。まあ確かに人間年取ったらもうほとんどのものいらないんですよね。不本当思に議そうでと、す。若い時にあれもこれも かき集めはてきい。ましたか、今
年取ってからみんなガラクタになっちゃうんですよね。そうなんですね。どこのお家を、拝見させていただいても、ちゃんとしたフォーマルダイニングがあって、ダイニングセットがあって、そこの食器棚には素晴らしい食器がわーっと並んでるわけですよね。で、何回使ったのかなと、まあ、でもそれも最後は誰も欲しくないんですね。それそうをなんです。知って、すごくショックです。そうでしょ本当にショックです。素晴らしいダイニングテーブル、素晴らしいダイニングキャビネット、それから集めた食器。持ち主の方にとってはとっても大切なものなんですけども、売ろうとしたら価値はゼロです。おっで、しゃる誰も欲通しり、くないんですね。おっしゃる通り、子供も孫もいりませんって言って。そうですね。い本当やー、に、千鶴子さん、ありがとうございました。いいえ、こち来ら週こまそたあり引きがとうご続ざいまき、す。不動産関係のお話を教えてください。今週どうもありが承とう知いごたざしいまましした。た。今日ありがとうございます。